松本市図書館は長野県松本市が設置する公共図書館群。松本市図書館条例と同志校規則に基づき運営され、中央図書館と10の文館で構成される。1891年5月26日、当時の松本人情高等小学校長であった、よりと小が中心となり、通俗教育のため校内に開地書籍館を設けたのが起源である。 1896年9月、明治37、8年1 0記念館が校内に設立。開地書籍館もその館内に移され、同小学校に増されていた書籍、寄贈書籍を収め、規則を改正し、開地図書館と命名し一般に開放した。1908年5月には、造書数2万5千冊を超え、1910年には、県立品の図書館文館が、 開地図書館内に閉地される。1920年3月には文館が廃館となり、その図書すべてが開地図書館に寄贈された。1921年2月に松本城外、青井の馬場の仏徳殿の敷地内に書庫を増築移転し、松本図書館と解消した。同年3月、公立図書館の認可を受けて、市営となる。館長は、 市長の大里頼長が兼任し、専任職員3名を新たに置いた。1937年4月、条例改正により、私立松本図書館と改称。1938年7月、二の丸町、旧松本中学校校舎へ増改築して移転。1943年9月には、青井の馬場の旧部特典ニエサ移転。1991年10月に、 市民ニーズに対応し、利用者サービスを図ることを目的に、現在の中央図書館が開館した、小結文庫1954年、オアナ・キチ未亡人緑木像285点の法上を中心とした書道関係資料で、万葉集、古今和歌集などの古写本の複製などを含む、本上文庫1六十八年一月、本上武雄の基金により創設されたもので、 主要なものに、名著復刻全集二250点がある。山岳文庫1970年10月、松本ロータリークラブから寄贈された基金をもとに、創設された山岳関係の図書を収集。小島薄井の運、雲ん銀河など。さらに、1988年に山岳関係の出版社である、名文道趣味記の新島幸男の遺族から、名文道文庫も加わった。 織口忍文庫1990年10月、竹内正し寄織折口忍に関する資料、約2000点。石曽根文庫1973年5月、川流。作家、川流研究家、石曽根民を寄贈、川流雑誌など、約3万冊を超える、全国唯一のコレクション。栗本文庫1991年6月、栗本行くより、 栗本津と無信州大学名誉教授の愛蔵書1万5000点、寄贈と、基金515万円によるコレクション。付箋文庫1995年1月普通選挙実現運動発祥の、地記念非婚流委員会より寄贈された、付箋運動関連資料約300点。その他、中澤元子文庫1991年2月寄贈、湯田文庫、浅井清文庫などがある。 高市教官文庫松本藩校高市教官1793から1871年、松本藩学校1870から1871年で、使用の和書や漢籍約1万3000点、四書五教や、第二本史、軍書類獣などを含む、1906年9月に移管された、松原文庫藩館学者、松原茂るの急増書、約2000点の貴重本、 1906年11月、茂る祭の長男松原栄から、前身の、海地図書館に寄贈された。紀行本、総版漢定120巻のほか、西山先生心、踏みた公文書正宗20巻、上岸西洋10巻などがある。松原は明治維新後に、松本藩の王族となり、さらに見学教官、松本海地学校教授、師範講習所の教官などを務めた。 柴田文庫1995年、柴田利正貴蔵、高市教官女教授者であった、祖父、柴田利直の旧蔵書、関籍、約270点、官所表林などを含む、ありがとうございます。